お、すげえ雨降ってきたな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん、見てるくるぶしです。そうですね。なんか久々の車内スタートっていうか、いや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 、ほんまに、はい、今日はですね、うん、僕の生まれた足立区にめちゃくちゃ奇妙な場所があると。足立区最高。なんかめちゃくちゃピンクな家があるらしいんですよ。ペーパーさんが住んでる。それ赤羽だね。ごめんね。もうすごいらしいのね。ピンクっていうのはその色がピンクってこと、うん、それとも雰囲気がおピンクってこと？色がピンクなんだと思いますけど。もうジャスミン茶を飲んで性欲を上げよう。ごめんね。新メンヘラドリンク。最近ちょっとね、性欲が、落ち着いてきたチョモララとか。もうダメ。早速そこに来てみました。名前が朝倉画廊さん。ちょっとどんな場所なのかレポートしてみたいと思います。それでは一緒に、せーの、レディーゴー。もうそこ入ったとこちゃうかな。なんかあの着いてすぐ雨降ってきたから不吉な予感。住宅街やな、完全に。ここか。皆さん行きますよ。ピンクにも程があるよ。すごい。雨が降ってきた。朝倉画廊さん到着しました。Fuck me。ほんまにもピンク、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 ピンク。こんにちは。お願いします。すんごいですね。すんごいですか。お邪魔します。すごい。すごい。すごい。あ。え。ここ、あ、ここはこう上がる感じなんですか。すごい。すごい。すごいなぁ。ええー。お邪魔します。いやー、かわいい。へー、すごい滑り台になってる。いやー、モテ部屋ですね。もうね、適当なことばっかり言うんですよ。全部朝倉さんがおかげになってるんですよ。そうなんすか。すげー。昔からピンクがお好きなんすか。昔から好きっすよ。なんか思ってた以上だね。どう思ってた。いや、もう本当に表面的なだけなのかなと思ってたんですけど、本当にピンクですね。かわいい。自分で考えなよって書いてるから。どれどれ。そこ目悪いですね。あ、これここはこれやられて長いんですか。ここは8ですね。あの、なんか絵も描いてくれるとかをやってるんですか。すごいやってます。あ、本当ですか。買いもらいいいですか。くるちょもチャンネルでピンクと緑の色を結構テーマにして、僕ピンクなんですよ。はい、なんでちょっと描いてもらおうかな。、うん。プリキュア、プリキュア。
ごいな。飾らせていただいてね、家に。いや、そうやね。ありがとうございます。すごいな、これが1回ですね。わあ、はあ、本当に可愛い。ねえ、ここで MV とか最高っすね。やばいね。これでくるちゃん。最悪撮れた。ずっと撮りたかった。滑り台どうでした？滑り台ほんとね、公園にあるやつより、これテイク2ですか？公園にあるやつより滑るすっごい。いやーほんまに、まあ、俺もほんまに途中止まると思ってさ、ね、やばいと思ったからちょっと一回途中止まったんだ。家にあったらいいっすね。いやほんとに。一瞬でなんか滑るんだ。お客様よ。すいません、本当にお付き合いいただいて。すごい、本当にアーティスティックなお家。なかなかこんなところないですよ。めっちゃ来てよかった。ね。うん。なんかやっぱりちょっと、断られるかなとかさ、なんか、こんな奴らだから、ね、すごい、追い返されるかなとか思ったけど、本当に優しい方で。素晴らしい、うん、みんなね、気軽に来てもらいたいと思います ね, ね。入場料もね、うん、1000円で、うん、これ見れて1000円って安いよ。安いよマジで。来た方がいい、来た方がいい、本当に。大事。お、なんすか、うちのばあちゃん。なるほど。はいはいはい。あ、ちょもちゃんがなんかちょっとネット、ばあちゃんちなんですね。もともとばあちゃんち。なんかちょっと泣けますね。なんか、おばあちゃん思いで。ここにおばあちゃんが。そっか、桜大使。かわいい。これもかわいい。おばあちゃん、ありがとうございました。お邪魔しました、おばあちゃん、本当に。僕もばあちゃん子なんで、もうなんか、はい。お邪魔しました。あー、すごいなぁ。いやー、すごい。ここお風呂入ってるんですか？入ってます。すごい。このお風呂入ってんだって。え？あ、ここお風呂？お風呂。いやー、すげえ。すごいね。素晴らしい。なんかこう、うん、アートに触れるといろいろ刺激されるな、うん、ね、なんかね、ほんとよね。いや、頑張ろう。頑張ろう。いや、マジで頑張ろうってなりました、ほんとに。うん、ありがとうございました、ほんとに。よいしょ。ということで、めちゃくちゃアーティスティックな場所が、うん、すごいよ、もうね、住みたい。本当ですね。マジで。なんかいろいろ見させてもらいましたけど。絵も描いてもらってね。おお、やばい。飾ろう。見てください。これ、これ生配信の時後ろにちょっと飾らせていただいて。いや、そうやで、そうやで、うん、ほんまにそうし。素晴らしい。この早く脱げみたいな目つきがそっくり。なかなか日本でもこういう場所ってなくないですか？いや、ないよ。ないですよね。ないよ、ね。僕、まぁ、あ、ちょっと、クルチョモではピンクやらしまって、この緑の家があればね、チョモちゃんに行ってもらって。なかったら作るしかない。似顔絵も1万2000円で。安いよ。安いよ。全然安い。ゼロ1個増やしていい。いや、ほんとそうですよね。うん。これ、ちょっと家宝にさせていただいて。そうね。はい。で、この後ろもね、こちらも、ね、かわいいよな。めっちゃ大きいよね。並ぶとデカさが余計わかるよね。すごいよね。こちらはね、あの160万円ということで、本日くるちゃんがお買い上げです。本当に皆さん、面白そうだなっていう方は、ぜひ来てみてください。もうここの画廊の周平さんが、めちゃくちゃいい人やから。本当。ビビる。こんな二人来たら追い返されるとか。いや、本当ですよね。本当に。本当に。俺だったら 100% 追い返してる。心よく迎え入れてもらってですね。素晴らしい。本当に。年に4回行きたいと思います。ワンクール。ワンクールで。はい、ありがとうございました。今回はこの朝倉画廊さんからお送りしました、ありがとうございました。ぜひ来てください。皆さん、誰か俺にこれ買うて。
あの、チャリアの向かいですね。おぉ。あそこで結婚式でしょ。あそこやったんすか？はい。地元と。